M1941 ジョンソン小銃はアメリカ合衆国で開発された半自動小銃である。第二次世界大戦期メルビン・ジョンソンによって開発された。M1 ガーランドなどと並んでアメリカ軍の主力小銃の候補とされたが結局アメリカ陸軍による採用は必ず比較的少数がアメリカ海兵隊によって運用されるに止まった。M1941 小銃は 不評用自動小銃としては珍しく、半導利用型の作動方式を採用している。このため、従来の自動小銃が備えたガスシステムは不要になり、製造が要因になったほか、ガスによる汚れも軽減できるとされた。その他にも10連発のロータリーマガジンや重傷と分断された機器など、特徴的なデザインが取り入れられていた。点には、 M1903 小銃と同様の5連発クリップを使用した。M1 ガーランドと比較して M1941 小銃はより反動が小さく、また断層容量の点でも有利だった。しかし、独特な作動方式の影響で射撃が上下に分散しやすい問題や着剣時に銃剣の重みで動作不良を起こす問題などは最後まで解決できなかった。また、 部品数も多く、前線におけるフィールドストリップ時に部品紛失等の問題が多発することが予想された。結局、M1941 小銃は M1 小銃よりも剣道性や信頼性などが劣ると判断されていた。軍部が特に懸念を示したのは着剣時の動作である。着剣時には銃剣の重さによって反動が相殺され、 重心を十分交代させることができない可能性があった。また、一つの際には当然重心が交代するため、閉鎖が解除されて一時的に射撃が行えなくなった。最初に提案されたのは、17インチの重剣をハンドガードの側面に取り付けるというアイデアである。この案は却下され、最終的には8インチのスパイク型重剣を重心下に取り付ける方式が採用された。 この銃剣の重量は0.35ポンドほどで、重心の交代に影響を与えないものとされた。予備役海兵隊員でもあった、弁護士のメルビン・ジョンソンは、当時時期主力症銃の有力候補と目されていた、半自動症銃に否定的な評価を下した、銃器設計者の一人だった。ジョンソンの見解において、二つの有力候補、すなわちジョン・ガーランド設計案とジョン・ビダーセ設計案は、 いずれも欠陥があり、大量生産にも向かないとされた。こうしてジョンソンは信頼性や射撃精度がより優れ、量産にも適した小銃の設計に着手し、1935年にスクラップ部品を用いて最初の試作品を完成させた。1937年9月28日には一連の銃器設計に関連する最初の特許を取得している。 1936年には、ガーランド設計案の採用が決定していたものの、何度かの交渉を経て、1938年6月には、ジョンソンが設計した、反動利用式小銃及び、軽機関銃の非公式試験の実施が、陸軍部機省によって認められた。1938年8月、マーリンファイアーアームズ社にて、ジョンソンの特許の元製造された試作品を用い、 アバディーン試験場にて最初の評価試験が実施された。その後、試験結果を受けた改良が図られた。強度不足が指摘された箱型断層に代わって特徴的なロータリー型断層が採用されたのもこの時だった。M1941 小銃と M1 小銃の比較審査を行う政府交換ら。左から上院軍事委員会議長、モーリス・シェパード上院議員。 陸軍不評総監ジョージエイリンチ将軍、ハッピー、チャンドラー上院議員。改良を加えた新たな試作品の製造は以前にもジョンソンの手掛けた民生用ライフルの製造を行ったことのあるタフトパース社が担当した。1939年12月に2度目の試験が行われたが、1940年2月23日付の報告書によれば、 着検時の動作不良、断層の強度不足、砂塵などの異物侵入による動作不良といった点が、ジョンソン小銃の問題として指摘された。この時点でジョンソンは陸組への売り込みを断念し、M1 ガーランドの採用を躊躇していた、海兵隊へと目を向けた。1940年5月、クアンティコ海兵隊基地にて、海兵隊向けの最初の試験が行われた。以後の試験においては、 ガーランド小銃よりも高く評価されていたが、すでに陸軍がガーランド小銃の採用を決定し、量産体制も整えられていたため、部品調達など平坦上の理由を背景に、1941年初めに、ジョンソンは M1 ガーランドへの支持を表明し、自らの設計案を撤回した。しかし、ジョンソンはその後も改良を進めており、新たなモデルには、 軍での採用を想定した M1941 という製品名が与えられた。なお、これはアメリカ軍における正式名称ではない。当時、採用年を用いる銃器の命名規則はすでに廃止されていた。ジョンソンは自ら手掛けた銃器を軍部に売り込むにあたり、政治的な働きかけも積極的にいった。ガストラップ式を採用していた初期型 M1。 ガーランドの不良や製造の遅れが報告された際には上院委員会にて陸軍武器省を批判する証言を行った。すでにスプリングフィールド増兵省で M1 ガーランドの量産が本格化し始めていた1940年にも上院省委員会での証言を行っている。こうした働きかけを受け、軍事委員会議長から上院に対しジョンソン少獣を正式名称。 M2 半自動小銃として採用するための法案が提出されている。しかし、この時点で改めて主力小銃を採用することは非現実的な選択とみなされ、陸軍長官による M1 ガーランドの推薦をもってジョンソン小銃の不採用が決定したのだった。m 百四十一を担いだ、ライン陸軍の兵士九百四十年八月十九日、オランダ購買委員会は、 ジョンソンが重機の改良のため設立したジョンソンオートマティックス社と1200丁のジョンソン小銃及び515丁のジョンソン系機関銃を購入する契約を交わした。まもなくして1200丁が追加発注され、合計2400丁がオランダ向けに製造されることとなった。ジョンソン社は製造設備を保有していなかったため、クランストンの繊維工場を買収し、 クランストン・アームズ社が立ち上げられた。オランダ向けのジョンソン小銃は、オランダ領東インド陸軍及び海軍向けの装備として配備されることが想定されていたが、間もなく日本軍の進行が始まったため、現地に届いたジョンソン小銃はわずか3000丁程度だった。同時期、アメリカ海兵隊では落下三部隊向けの装備として、重心の着脱が容易な m に、 注目し、NPC にて在庫となっていたものを購入している。これらのジョンソン小銃は、太平洋戦争初期の日本軍との戦いで、使用された。実際に、M、M1941 を使用した海兵隊員からは、フィールドストリップの方法が複雑で、また小さな部品が多いため紛失しやすく、ガーランド小銃ほど、交換部品の調達が容易ではない点が、 問題視された。一方、弾装に途中球弾が行えること、長距離射撃時の精度に優れること、射撃時の反動が小さいことは、ガーランド小銃と比べた時の長所とされた。1945年のイオウ島の戦いにて、名誉勲章受賞者となった、ロバート・ヒューゴ・ダンラップ海兵隊員は、製造番号 A0009 のジョンソン小銃を愛用していたと伝えられている。ダンップは、 ジョンソン小銃を、これまで作られた中で、最も射撃精度に優れた小銃と評していた。また、日本軍の狙撃手が小銃を手にしているか否かで、主観を識別していると言われていたことから、狙撃手の標的になることを避けるべく、ジョンソン小銃を常に傾向していたという。ダンラップは2000年に死去するまで自宅にこの小銃を、保管していた。対戦末期にパラマリーンズが解散すると、 M1941 は大部分が NPC へと変換された。最終的な製造数は21988兆で、オランダによる発注分に加え1588兆が追加生産されていた。1944年には、チリ軍向けに 7X57mm モーゼル弾仕様のモデルを船長出荷した記録があり、これが追加生産分の大部分を占めた。 また、チリ向けの7ト、mm、ル弾用重心は、ブラジルの下請け業者が製造した。1951年、アルゼンチン軍は長らく使用されてきたモーゼル式、ボルトアクション小銃を更新する、直主力小銃たる、自動小銃の選定に着手した。最初に上がった候補は、ドイツ製 STG44 突撃銃とアメリカ製 M1 ガーランドで、これらは、 ドミンゴ・マテウ兵器賞にて試験用のクローン銃の製造が試みられることとなった。1953年夏、三つ目の候補として M1941 の名が挙げられた。ドミンゴ・マウテ兵器賞は先の二候補の製造に注力していたため M1941 のクローン銃は国営航空機械工場が製造を担当した。M1 ガーランドと M1941 の クローン銃は、どちらも、アルゼンチンで普及した 7.65OX53mm モーゼル弾仕様に再設計されていた。1954年、新設された国軍科学技術研究所で審査が始まったが、サイタディフ所長ネストラーラナ将軍は、当時発表されたばかりだった、ベルギー製小銃 FN フェルに注目が集まっていることを踏まえ、3つのクローン銃の評価を保留とした。 結局アルゼンチン軍はフェルを磁気主力小銃として採用することとなった。1953年、ウィンフィールド・アームズ社はオランダ政府が保管していた M1941 の部品を軍余剰品として購入し、カナダにて組み立てを行った上でアメリカ国内に輸入していた。これらの在庫が枯渇するのは1960年代半ばのことだった。ウィンフィールド社では M1941 をスポーツや狩猟用途のライフルに回収しており、使用弾を変更したモデルも数種類販売していた。ジョンソンは自らが試作した銃器に様々なニックネームを与えた。例えば自動小銃はベッツィ、軽機関銃はエマ、海軍向け 20mm 航空機関砲はベルタ、自動式カービンはデージーメイと呼んでいた。由来については、 様々な予想がなされているが、ジョンソン自身のカイコロ顧ク島でもこれらのニックネームの正確な由来は明かされていない。アメリカ合衆国特許、第209万4156号、ABCD、ザ・ジョンソン・オートマティック・スパート・アイ、ザ・ M1941 セミ、オートマティック・ライフル。SMALLARMSREVIEW.com。 2020年10月28日閲覧。ABCDE ヒストリージョンソンライフルサイト2019年6月21日閲覧。ABCD ザモデルオブ1941ジョンソンライフルインマリーンサービスアメリカンライフルマン2019年6月21日閲覧。ライフルミリタリー US ライフルモデル1941ジョンソン 30SN-B2162 スプリングフィールドアーモリーミュージアムコレクションレコード2019年6月24日閲覧ウォーヒーローエスライフルポートバイローカルショップザ・レジスター・メール2019年6月21日閲覧ウェン・アージェンティーハット・ツー・チューズューサービスライフルアメリカン・ライフルマン2020年10月28日閲覧 ありがとうございます。